炭鉱での作業は危険を伴うものですが、昔はより一層死と隣り合わせの命がけの仕事だったそうです。もちろん今でも炭鉱に限らずトンネル工事も似たように危険な仕事です。稀にニュースにもなることがありますよね。炭鉱の仕事にはランクのようなものがあり、 危険な作業であるほど給料が高くなるシステムだと言います。危険な作業とは、より深い場所で奥に潜って炭鉱を採掘する作業のことです。いつ穴が崩れるかわからず、どこから危険なガスが出てくるかわからない。もし、行動内で火災が起きれば、奥地に置き去りにされてしまいます。炭鉱の人々は、深い穴の奥地で、 その危険を承知で石炭を掘るのです。万が一、もしも事故があったなら助かることはあまりありませんでした。祖父が現役だったのは今から50年以上昔のことなので救助したくても助ける技術もあまりありません。行動にトラブルが起きれば助けることは困難でした。そんなリスクを負って行動の奥地で作業する人たちには 一つのルールがあったそうです。それは、何か事故があって生きて戻ることができないと思ったら、髪を一さ切るのだそうです。閉じ込められた人々は、輪になって座り、切った髪が残された家族に届くことを願うのだと聞きました。髪を切る理由は、少々曖昧な記憶なので、別に理由があるのかもしれません。そうして亡くなった方々は、 行道が塞がれてしまうと、遺体すら見つかることもありません。行道の内部の酸素がなくなると窒息してなくなりますし、火事が起きていたのなら焼け死んでしまうのです。遺体が見つかるときは、皆川になって座った状態で発見されると聞きました。そして、発見されたときの姿で、その人がどんなに苦しんだかわかるのだと言われました。 それだけでも想像すると恐ろしく、そして辛いです。この話を聞いたときは、安易に悲しいとか言ってしまったらいけないと思ったことを覚えています。生活のために、そんな危険な場所に赴き、働く人々もいたと思うと、考えさせられます。私の祖父は、危険な区域の作業はしていなかったので、犠牲になることはありませんでした。でも、 祖父が炭鉱にいた頃には、このような事故が数回あったという話です。この話には、もう少し続きがあります。炭鉱に閉じ込められた人々は、髪を切ると書きましたが、祖父は、炭鉱近くの井戸から、髪の毛が見つかったことがあると言っていました。推測ではありますが、炭鉱の奥で亡くなった人の髪が、何かの理由で、 地下の水脈に入り、井戸水の中から出てきたのではないかと思われます。それはいつどこで起こった事故の誰の髪の毛かもわかりません。髪の毛は供養されることになりますが、誰のものかわからないので、家族のところに届くことはありません。炭鉱の事故で亡くなった家族がいる方は、その髪がもしかしたら父のものかもしれない。 夫のものかもしれないと思いながら供養したのだそうです。当時中学生だった私にとって実感がない話ではありますがとても怖かった記憶があります。今でもトンネル事故などの話を聞くとふとこの話を思い出します。